長崎撤退戦では信長を討ち果たすに至らなかったものの、盟友朝倉を救えた。長政はそれだけで満足であった。しかし信長は違った。騎乗後すぐさま戦力を整えると、徳川家康の助力を得、浅井領に攻め寄せる。浅井朝倉軍は姉川を挟んで織田徳川軍と対峙した。 心にあるのは兄への恨みでも後悔でもない。こんな争いをなくしたいという強い願い。争いのない国を作ろう。そう決意を固めて再び兄に挑むのだった。前へ進もう。戦が終わればまた笑い合える。第4話、姉川の戦い。 信長の犬間に織田軍を片付けるのじゃ。承知いたした。それがしに任せてくださる。長政様、私をお手伝いしよう。攻撃開始。これは触れれば爆発するわ。皆気をつけよ。さては詰所から流している。川にある敵詰所を全て押さえ罠を止めるぞ。 あくまで織田に敵するならば、答える道は一つ。今だ。朝倉恩人を狙え。やめろ。 勝負、共に勝ち進みましょうぞ。開門、行くぞ。よし、開門、しっかりもらった。開門、神田平八郎戦つ。押してまいる。守りを固めろ。 ご安心されぬ。それがキャッツイート。正常の罪となるのか。位置はここで待ちます。 忠勝が武に手を置いています。忠勝を戦う機会を得る。感謝すべき。あの忠勝が恐れておるかと。皆攻めよう。三河武士の粘り腰見せるのだ。
信長を探すぞ。いいえ、それが
強さ見事よ。一、大丈夫か。
どこも怪我はないな。はい。長政様。どんな辛いことも2人なら乗り越えていける。必ず。 いつかこの地に美しい花を咲かせよう。